久保さん、朝日が、太陽がすごいね。久保さん、びっくりした。久保、セミもすごいけど、朝から。あ、散歩でございます、散歩で。まあ、あれですよ。なんだ。手取り14万の人が今回億万長者になるっていうか、1億稼ぐ、みたいにしときましょうか。手取り14万の人が1億稼ぐみたいなね、なんかそういうタイトルにしとこうかな。で、久保さんはね、別にそのジャニーズ事務所にね、入ってたわけじゃないですし、別に有名人でも何でもないわけですよ。ね。なんかそのジャニーズ事務所にね、久保哲郎は所属してたのか、所属してないですよ。なんか YouTube 始めましたって言ってね、1本あたりもう100万回200万回回すような人じゃないんですよ。全然有名人じゃない。だから数ないんですよ。ね。前その、久保さんのね、YouTube のコメントに1万人の登録すごいですねとかね、コメントがありましたけど、久保さん何年やってんですかみたいな話じゃないですか。ね、何年 YouTube やってんのみたいな話で、どうすか。まあ、7、8年、9年、10年ぐらいやってんじゃないですか、久保さん。YouTube。久保さん YouTube のアカウント開設して10年ぐらい経つんじゃないですか。なんで、他のジャニーズ事務所の人とか有名な人とかはね、あれじゃないですか。YouTube 始めましたで、もう、なんだ、何十万とか何百万とかね、登録じゃないですか。久保さん、10年ぐらいです。1万人ね。そう。で、数に関しても、そんなに多くないわけですよ。ね。今も、じゃあ1万人いるから、再生数、じゃあ毎回1万回回ってんのか、回ってないですよ。常時回ってるの、久保さんも多分今100ぐらいじゃないですか、200とか。まあ、ものによっては、まあ、回るやつもあると思いますけど、なんか普通の動画って多分100、200、300でしょ？久保さんも。で、それでビジネスを1億だ言うてるわけですよ。そんなの客数と客単でしかないんですか？売り上げなんていうのは。だから、有名人ではないんであるならば、客単を上げるしかないんですよ、道は。これもう本当だって売り上げの公式が、客数かける客単でしかないですから。まあもちろんリピート率もありますけども、まあ簡単な公式にするとそれしかないですから。うん。だからあなたは手取り14万のあなたは何者なんですかと。有名人なんですかと。ジャニーズ事務所ですげえ売れてんですかみたいな。あなたは何者ですかと。己を知り敵を知れば百戦錬磨危なからずです。あなたは何者ですか？どうですか？あなたは何者でしょうか？手取り14万の人なんですよ。己を知りましょう。己ができることを知りましょう。己がリーチできる数を知りましょう。それを知れば、やるべき戦略っていうのは見えてきます。そうでしょ？だってアッパーがあるんだから。僕もそうです。アッパーがあります。だからこそ、そのアッパーがあるからこそ、そのアッパーを知った上で、僕は大量の動画をもう量産し続けます。一つあたりの動画はアッパーがあると、伸びないと。であるならば、もう数でいけると。これは10万本、100万本いけば、まあまあ、ちょっとは数取れるかなと。そう。己を知り、敵を知れば、危なからず。孫子の兵法。はい。孫子の兵法です。自分を知りましょう、まず。敵を知ってもね、自分知らなかったらね、戦略できないですから。はい。いってらっしゃい。